ユーテンティビューの皆さん、どうも。俺との一晩限りの思い出、君に起こしてやろうか。ユーテンティでございますって言ってね。この東京日本よこそうの T シャツを着て登場した暁にはね、完全に俺の一夜を君によこしてあげたいよねっていう話だよね。うん、特にね、もう先日も言った通り、もう俺の体温はめちゃくちゃ暖かくて一家に一台必要だよねっていう話だから、温めてあげたいし、俺も逆にぬくもりに振りたくて仕方ないよねっていう話だよね。まあ今回ね、このユーティン TV を通してね、まあてめえたちにね、伝えたいのが、まさかのね、先日旦那との離婚騒動でインスタや YouTube を騒がせたエンリケが、次は脅迫状が送られてきちゃったということでね、まあ、このU10TV 撮ってるよねっていう話だよね。この事件が明らかになったのは、エンリケが一昨日アップした人生で初めて脅迫状が届きました。ガチ怖いので警察に行きますと。まあそういうタイトルで動画が上げられてたわけなんだけど、そこで動画が始まるや否や、私は訴えられるかもしれませんと。うん、そしてなぜだか本人の家とかじゃなくて、前職である名古屋のアールズカフェにその脅迫状が届いたと。まあそういう風に言ってんだけど、その脅迫状の恐ろしい中身っていうのが、何やら店の客の親が書いてるっぽいんだけど、私の息子が天外であなたにお金を騙し取られましたと。そして示談するなら10日以内に5億円を振り込んでくださいと。まあそういう風に言っちゃってんだよね。そして息子は精神的なダメージを受けてて、社会復帰もままならないと。だから5億円をとにかく振り込んでくれと。そして警察にはこれがもう受理されてますと。もし示談に応じない場合は、あなたは詐欺師ですと、まあそうやって書いたビラを何十万人にもばらまくと。そういう風な手紙が完全に届いちゃってんだよね。そしてその手紙が入ってた封筒には、裏にはめちゃくちゃ汚い文字で、まあこの手紙を小川えりさんにお渡しくださいと。なんかそういう風に書いちゃってんだよね。それでこの世にも恐ろしい脅迫文を、この推理力のめちゃくちゃ鋭いエドガー・トゥエンティが、まあじっくりと考察したところ、まあこの手紙に関しては、まあ結論完全にいたずらでしかないよねっていう話だよね。っていうか、そもそもこの手紙の送り主、マジで法律も何も絶対知らねえじゃんっていうのがもう断言できるよねっていう話だし、まずこの手紙の文面を見ても一発でわかるよねっていうのが、そもそも示談をするにしても、なんでまずその5億円っていう意味のわかんない大金を請求してきてるのかっていう話だよね。っていうか、どう考えても完全に子供じみてるよねっていう話だし、なおかつ封筒には手書きのめちゃくちゃ汚い文字で書いてても、これ実際筆跡バレる可能性も当然あり得るよねっていう話だし、絶対これを書いたやつ間違いなくアホだよねっていう話だから、例えばその切手だったり封筒に間違いなく指紋ついてるからっていう話だよね。だからこれを警察に持って行って被害届を出したら、もう犯人のてめえ秒で捕まるからっていう話だよね。まあそしてエンリケはこの件を弁護士に相談の上、開示請求するとか言っちゃってんだけど、マジでそれはもう金の無駄だからやめておけと。それしか俺からは言う言葉がないよねっていう話だし、そもそも開示請求をしたとして、それで犯人を特定して、例えばそれを民事裁判とかに持っていったとしても、絶対相手が金を持ってないのはもう一目瞭然だよねっていう話だから、実際これで勝訴して支払い命令が相手に下ったとしても、絶対支払い能力ねえじゃんっていう話だから、単純に弁護士費用だったり民事裁判を起こすだけ時間の無駄だよねっていう話だよね。そうだからね、あくまでこれは単純なもう子供めいたいたずらでしかないよねっていう話だし、詐欺師ですって書いたビラをばらまくとか言ってんだけど、どう見てもそれを巻かれても何のダメージもないよねっていう話だし、っていうかそれ以前にてめえはそれを何十枚分もする印刷代が払えるのかっていう話だよね。ちなみに今ふと思ったんだけど、このメガネとこの髪の色めっちゃ似合うくないっていう話だよね。だから今日はメガネ燃えする可愛い君たちのために、まあもうしばらくメガネをつけておこうかなっていうね、そういうサービスをしてやるよねっていう話だし、まあたまにはそういう可愛らしいU20もね、まあよこさなきゃいけないよねっていう話だよね。そしてさらにエンリケはその動画の中で、今までもこういう詐欺だったりなんかよくわかんない金を請求されたいっていうことは、まあ過去にもいっぱいあったっていう風に言ってんだよね。その中で特に強烈なのが、元彼に別れる時になぜか8000万円も請求されちゃったと。
いうことでね、そんなとんでもエピソードを披露しちゃってるよねっていう話なんだけど、まさかのエンリケはそのうちの400万円を頭金として支払っちゃったらしいんだよね。っていうか、どういう経緯でこの400万円を払おうとしたのかっていうのはマジで謎で仕方ないよねっていう話だし、そもそも別れて400万円もらうならこの U20 いつでもエンリケのためにこの身をよこす準備はできてるよねっていう話だよね。そして俺がエンリケにどうしても投げかけたい疑問が一つあるんだけど、てめえ旦那との離婚話は一体どうなったんだっていう話だよね。っていうか、この推理力のめちゃくちゃ鋭いエドガー20は、まあ先日のその動画を出した時から、旦那との喧嘩だったり離婚するかもっていうのはこれは全部やらせだろうっていう風には予想してたんだけど、実際その後何もないことを考えたら、まあこれは完全に仕込みだったと言わざるを得ないよねっていう話だよね。だし今インスタではその旦那であるブタさんは鍵垢になっちゃってるし、俺はフォローしてないからちょっとわかんないんだけど、めちゃくちゃ揉めてて離婚するかもっていう風にエンリケが言ってた時からも、例えばエンリケが経営するセルフエステだったりとか求人だったり宣伝っていうのを自ら率先してやってたよねっていう話だし、そんなの普通リアルに喧嘩してたらやんないじゃんっていう話だし、離婚するかもっていうような相手と一緒に食事したりだったりとか、そういうストーリーも当然あげないよねっていう話だから、実際この離婚するかもっていうのは注目を集めるだったり、その時立ち上げ段階だったセルフエステだったりとか、まあそういう宣伝のためにわざと離婚するかもっていう風に騒ぎ立てて、その上でそのエッセサロンだったりとか、まあエンリケのやってるビジネスに注目させようと、まあそういう意図があったんじゃないかなっていう風には予想するよね。まあそんな感じでね、まあ今回はね、エンリケに世にも恐ろしい脅迫状が届いちゃったと。いうことでね、まあこの U10TV 撮ってるよねっていう話なんだけど、まあ今回に関してはもう本当に頭の悪すぎる小学生のガキかよっていうぐらいの超絶低レベルの脅迫状だったよねっていう話だから、そもそもこれを真に受けるのは完全に間違いだよねっていう話だし、これを冗談半分で送った犯人のやつもこれでも被害届出されたら本当に脅迫罪で捕まる可能性あるから、マジで目カットしろよっていう話だよね。そしてエンリケに関してはもう絶対に旦那とうまくいってるのは間違いないよねっていう話だから、当然この U20 としてはもちろん旦那と今後も幸せに二人三脚でビジネスも含めて頑張ってもらいたいよねっていう話だし、実際例えばシャンパンサロンにしてもそのセルフエッセにしてもかなりビジネスとしてはコロナ禍の状況ではあるんだけど、まあそれでも順調にはいってんじゃないかなっていうのは第三者の目から見ても思うから、本当にエンリケに関してはビジネスの才能があるよねっていう話だし、これからも着別にセレブ街道を歩んでいってほしいよねっていう話だよね。そんな感じでね、いよいよチャンネル登録者がもう 20,000 に迫りつつあるよねっていう話だからね、次の U20TV ではてめえたちとね 20,000 のお祝いができるんじゃないかなって思ってるからね、またそのお祝いも兼ねてね、次回の U20TV も楽しみにしてもらえたらと思います。それではね、またネクスト U20TV でお会いしましょう。 See you!